アントン・ブルックナーの交響曲第7番ホ長調第1楽章アレグロ・モデラートホ長調から第4楽章のフィナーレホ長調までを続けてお聴きいただきたいと思います。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ズビンメーター式のベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でアントン・ブルックナーの交響曲第7番ホ長調をお聴きいただきました。ただいまの最終楽章フィナーレ、なんかは大変、意志的な力強い音楽だったと思います。このブルックナーの第7番は非常に力強い第6番と劇的な緊張を持った第8番の間に挟まれている作品で、宗教的な色彩が強くさらに荘重な雰囲気を持っているわけで、そういうその第7番の特徴は特に第2楽章のアダージョ、この部分は極めて草原にそして極めて緩やかにというような指示がついておりますが、この第二楽章に現れていると思います。でこの第二楽章はブルックナーが自分の尊敬するワーグナーの詩を予感して、書いたといわれる非常に宗教的な色彩の強い作品ですが、ただいまのメータとベルリンフィルの演奏は第二楽章のアダージョを少しこうその宗教的な色彩というものが薄らいでいるような、そういう新しい解釈だったと思います。